収1000万に乗るタイミングってアベレージ何歳ぐらいなんですか？皆さんこんにちは、教育業界のヒロと申します。今回ですね、教育業界 と絡ませながらなんですけど、ものすごい会社に勤めてた人をですね、ちょっと見つけたので、本日連れてきてしまいました。すごい社会勉強になる話だし、教育にもね、誇り持てると思うので、ぜひねこの動画見ていってください。よろしくお願いします。ではですね、勤めていた会社を教えてください。お願いします。はい、キーエンスっていうですね、会社なんですが、僕の中ではですね、おそらく日本で最も営業が厳しい会社だというふうに思ってるんですが、以前 YouTube ライブとかでもですね、日本で営業が厳しい三大会社は、日本の会社ですよ、三大会社は、おそらくキーエンスと光通信とリクルートなんじゃないかっていう話をしたことがあるんですけど、社内でやっぱりうちよりリクルートが厳しいよなとか、うちよりやっぱ光通信の方が厳しいよなみたいなことを言ってる人って聞いたことあります？いないですね。じゃあ日本一じゃあ日本一厳しい、営業が厳しい会社と、いうことでですね、ただですね、教育業界もなんといたということでですね、まあ、ちょっと そこら辺絡ませてですね、話をしていきたいかなと思うんですが、キーエンスの話で、皆さんが知ってそうな話をちょっと一旦します。これ本当かどうか、ちょっとキーエンスの人いるんで、今ここにね、いるので確認しますけれども、ペヤングに、ゴキブリ混入事件ってのがあったんですよ。完全に土地で混入したなっていうような大事件があって、もうペヤングがもう製造できなくなるんじゃないか、ペヤングはもう今後発売できなくなるんじゃないかみたいな話があったんですよ。でもペヤングは何としてでもペヤングをもう一回もう発売したいということで、どうしたかっていうと、流れてくるレーンのペヤングの中身を一枚一枚全部写真で撮って、製造番号と紐付けて、今持ってるペヤングが何の製造番号で、写真はどれでっていうのを全部管理できるようになったからっていう理由で、ものすごい早くペヤング復活したんですよ。これ確かなんですけど、僕の記憶ではもう一個キーエンスじゃなくて依頼をしたらしいんですけど、その依頼をしたら、その機器を作るのに2年ぐらいかかるって言われたらしいんですけど、キーエンスに行ったら1ヶ月で完成させて納品させたっていうなんか伝説があるんですよ。で、ペヤングがすぐ発売開始になったっていうのがあって、安全性が担保できたからっていうで、この話なんですけど、本当っすか？本当なんか、ニーズに応えるのは早いし、作るのも早いし、そして性能もいいというですね、とんでもない会社なので、まあキーエンスのおかげでペヤングは発売を再開できたと。昔塾にいらっしゃったということで、塾の営業とキーエンスの営業を、まあ、単純に比較した時に何倍ぐらいキーエンスのはきついですか？いやまあでしょうね。具体的にこういうのがきついんだよなみたいな話ってありますか？それ法定労働時間の場合、一件あたり1時間ぐらいしかかけられないと思うんですけど、そういうことなんですか？基本の1件3、40分でノルマ降りてきてると思いますから、結果出さなきゃいけないと思うんですけど、3、40分で何をするんですか？まあ、1回読んで決まることもあるんですけども、まあ、3、40分のお客様のニーズを汲み取って、それに対して提案をして、30分で完結するために、その事前にやっておかなきゃいけないことって何かあると思うんですけど、何か やったりするんですか？まあ、基本はアポ取りの段階で彼と電話長くさせていただいて、お客さんの事前にご情報いただいて、それに対してベースの提案をすでに持っていくっていう。ああ、なるほど。じゃあ訪問するときにある程度ニーズも分かってるし、その制約するかどうかもなんとなく分かってるんですか？角度の高いアポなのかどうかで何となく分かってる。僕は割とかし電話とか、最初問い合わせの電話もらった時とかは、割と1時間ぐらい喋っちゃうんですよ、普通に。30分でのことはまずなくて、お母さんが相当忙しいって言えば30分ぐらいで終わることありますけど、だって1時間ぐらい喋って、なんか雑談とかも踏まえた上で、
お子さんのニーズ聞き出して、いつ来ます？結局みたいな感じで塾に呼び出して、その時にはある程度何の科目が苦手かとか、逆にどの科目が得意でとか、志望校がどこでとか、できればここまで行きたいとか、お兄ちゃんお姉ちゃんがいて、受験、大学受験お母さんちゃんと経験してるかどうかとか、その辺まで聞くんですけど、その辺までやっぱ普通聞いた方がいいですよね。何件ぐらいかけるんですか？仮に100件かけるとして、それ何時間ぐらい取られます？100件じゃあ3時間ちょっとぐらいか。ちょっと実際に社内と外部がもう明確に分かれていて、社内にいる日はその時間をひたすら電話をする、外部の時は訪問をさなきゃいけない。KSにもなんか多分扱ってる商品いっぱいあると思うんで、なんかいわゆる電子機器とかって言われてるもの多分大量に扱ってると思うんですけど、部署ってのは いくつもあるんですか？9事業部ぐらい。その中でなんかものすごい忙しい部署とかってあるんですか？特にはなくて、全部全部忙しいって。ああ、もう全部同じように動いてるんですね。確かにマニュアルがすごいきちっとしてるってのはあるんですけど、なんか僕自分がやってきた営業を現場に下ろすときに、なんで伝わらないんだろうなって思うことあったんですよ。それで全然結果出せない時もあったんですよ。で、多分これ見てる人たちも分かると思うんですけど、自分が教師となって営業を部下に教えるときに、なんで俺はできたのにお前できないんだよみたいな、なんかうまく伝わんないなみたいなことあると思うんですけど、なんかキエスはすんごいマニュアルがちゃんとしてると、再現性が高いみたいなことを聞いたというか本で読んだんですけどやっぱそのマニュアルの精度みたいなものがなんか高いって聞いたんですが、これは合ってますか？合ってますね。なんでそんな高いマニュアルの精度を作ることができるんですか？キエスは有名な話だと思うんですけど、営業科学っていうのが、まあ、テーマとしてあって、で、営業を科学するためのなんかこう証拠みたいなものは、営業側自身でこうデータとして取ってくるんですよ。で、例えば何時にお客様が先に入って、何時に出て、どういう道を通して、みたいなところの、まあ、データを、まあ、それにこう、日報みたいな感じでこう書いたりとか、まあ、この辺も本社が最終的には全部、全員業務を開始して、この訪問時間であれば、なんかこれぐらいの商談の金額が出てるみたいなところまで、ちょっとチープな表現になっちゃうかもしれないですけど、例えば火曜日の15時に電話したら繋がりやすいとか、そういうことですよね。そうですね、まあ、そういったところまで見合ってます。キーエンスってあの製造の部署じゃなくて A の営業の部署ですね、はあの中途採用をずっと取ってなかったっていう話あるじゃないですか。あれも本当ですよね。そうですね、若干ちょっと増えてきてはいるんですけど、基本はもう新卒が多い一番多い。そうですよね、なんか他社の営業一回でもなんか体に染み付いちゃうとキーエンスっぽくなくなるからなんか中途はダメ、基本新卒で大学生、大学院生をあの基本的に入れるっていうのをなんか人事の採用の軸にしてるみたいなのは一度聞いたことがあるんですけど、それは本当なんですね。キーエンスのその営業を叩き込まれて逆におかしくなったことあります？塾にいらっしゃったと思うんで、あの分かると思うんですけど、塾って一日に期講習とか冬期講習みたいな忙しい時期でも保護者との面談とか入塾面談って2件とか多くても4件とかぐらいしか入ってないと思うんですよ。でそれって少ない原因って結局営業の種まきを全然してないからっていう結論でいいですか？そうですね、まあ、アクションを塾が出してないっていうのが一つ、まあ、理由としてはない。
っぱ塾があったのはちょっと受動的なところが多くて、来たものに対して反応する、それが仮にその反応がうまかったとしても結局それは1日1件とか2件とかにしかならなかったりするから、電話だと70件か100件が当たり前で、1日7件アポ取って訪問するってのがもうデフォルトになってるところが、やっぱ塾と一番大きなその営業の違いってところなわけですよね。ちなみになんですけど、僕のいた会社、塾の会社、まあ、もう塾の中では営業めちゃきつい方で、ノルマ達成しなかったら、めちゃくちゃ詰められるとか、校舎にもう頻繁に上司がやってきて、あれこれ口出しするとか、と休み出勤しろとか、定時がなくなるとか、まあ、今はだいぶ収まってるみたいなんですけど、僕の頃はまだあったんですよね。ピエンスはそのノルマこれもう行かないぞとか、予算これ達成するの無理だぞみたいな時にはどういうアクションが取られるんですか？そうですね、ノルマ達成しないとかで、なんか完全に詰められるとかあんまりなくて、まあ営業課録されてるんで、この市場のこれが足りなかったからこうなってるんじゃないか、じゃあここ次から改善していこうみたいな感じで、まあ、数字で全部こう、まあ、論破されていくじゃないですか、そういうのに。ちなみになんかちょっとこれ噂なんですけど、なんか営業をするときにまず最初になんか一言一句全く同じセリフを覚えさせられるみたいなのを聞いたことあるんですけど、それってまだあるんですか？実際そこまでのなんかセリフみたいなところはないんですけれども、ある程度本社の方からなんか型みたいなのが一応で、型をちゃんと覚えてからやるわけですよね。実際本当お客様の前の前になってしまえば自分にちょっとアレンジして、こういうニーズが当たるんでこういうニュアンスを使ってやってみる。ああ、なるほど。僕がいた塾は例えば小中学生のいる授業部とか、僕は大学受験だったので高校生のいる授業部だったんですよ。これ授業部移動できるんですよね。僕最後の1年間しかも同じ会社 その人事部にいたんで部署移動ってあったんですけど、キーエンスはその部署移動とかってのはどういうふうに行われるんですか？基本部署移動はないですね。ないないそう言ってることはほとんど新卒だと思うんで、入った部署からずっと動けないってことですか？そうですね、一生その部署で同じものを売り続ける。一生って聞くとすげえ悪いですけど、同じものを売り続けるって聞くとエキスパートになれるんでいいっていう意味合いなんですかね？まあそういうところがあると思います。花形部署と、いやなんかちょっと花形じゃない部署みたいなのあるんですか？各事業部によって営業所のあるエリアとかは全然違うんで、この事業部は青森に営業所があるけどこの事業部はないとかっていうのがあるんで、そこの中で営業所ガチャみたいなのがありますね。あー、なるほど。じゃあ部署の中で営業所を行き来するみたいなことは存在する？そうですね、そこはもう全国転勤なんでどの営業所に行くのかは全然わからない。全国転勤ありなんですもんね。北は北海道から南は沖縄まであるっていうイメージであってますか？北海道と沖縄は営業所がなくて、近いところがどっかしか見てるイメージ。じゃあ別に新大阪の本社にいたらすげえ花形で超エリートっていうわけでもないんですよね？そうですね。キーエスに入るため その、まあ、方法って、まあ、普通新卒がほとんどだっていう話だったと思うんですけど、面接どんな感じかとか、書類の時に必ず学歴書くじゃないですか。その辺ってどういう風になってるんですか？まず学歴に関して言うと、ほとんど見られてなくて、まあ、営業の適性だけを面接でこう探っていくような面接が、まあ、3回ぐらいあります。学歴、そもそも社長があんまり学歴その大卒じゃないんですもんね。会長かな？会長ですね。だからその全然学歴見てないみたいな噂あったんですけど、実際その同期でバーって見てみたらどうですか？そのなんかやっぱり高学歴多いなとか、やっぱこの辺のやっぱ林30代とかはやっぱいないなみたいなのを思ったりすることはないですか？そうですね、まあ、実際営業に関して言うと、なんか G1 ぐらいのボリュームゾーンにはなってるかなっていうところなんですけど、私の同期とかいたのは大手の大学とかっていうのみたいですが、まあ、俺は本当に東大じゃないとかもいるんで、そこに形よく学歴は取っています。おー、なるほど。キャリアの出世とか関係ないんですか？そうです、キャリアの出世には全く関係ない。じゃあ本当に学歴見てないとして就活よく
されるその質問とかってあると思うんですよ。あなたは学生時代何を頑張りましたかとか、あなたはキーエンスに入って何をしますかとか、なんかそういう質問は出ないんですか？志望動機を聞かれたことがない。ほう、営業職と呼ばれている人たちだけで何人ぐらい入ってるんですか？メガパンクじゃんぐらいと同じ数だな。もうお客さんが多いから200人取ってるのか、辞めてる人が多いから200人取ってるのか、どっちなんですか？まあ、ちょっとそこは実際にはもう我々もそのどんだけ退職してるかも正直知らないんですけど、結構今海外の営業がうちは高くて、海外に向けて人材を発信していくっていうところで採用パンクしてるっていうのは聞いたことあります。じゃあちょっと英語できた方が有利みたいなことはあるんですかね？思いますけど、早い段階に英語ができるかどうかって聞いては多分見られてないと思う。ああ、なるほど。じゃあ本当に全く資格なくても、学歴なくても、コミュニケーションができて営業力があるなって思われたら普通に入れるってことなんですよね。もちろんそのレベルは高いでしょうけど。そうですね。まあ、そうですね。高卒の方ってどういう人にいるんですか？高卒はね、一応資格としては大卒以上みたいな、大卒って感じなんです。あ、そうですね。ちなみにこれ、有名な言葉であると思うんですけど、キーエンスって30歳で家が立ち、40歳で墓が立つっていう有名な言葉あるんですけど、マジですか？まあ、そうですね。まあ、30代で別に家は買えますし、まあ、40代でも墓を建てるところは全然余裕で墓を建てられる。激烈に厳しいから、多分そういう名言というか、が生まれたんだと思うんですけど、年収1000万に乗るタイミングって、アベレージ何歳ぐらいなんですか？そんだけ仕事してれば。キースの商品確かその結構高いですもんね。ですよね。あんまり安くないっていう。しかも値引きとかするんですか？案件とかによっては値引きとか全然ありますね。だいたいみんなその25とか6とかでちゃんと行けば1000万乗る話だったと思うんですけど、ボーナス一撃いくら出るんですか？夏冬だと思うんですけど。一応年4回ボーナスなので。え、まちょっと何月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 ですか？額はバラバラなんですか？一番大きいとかどうですか？まあ、6と12ですね。その25、6歳でいくら出るんですか？まあ、その年ぐらいだと、まあ、多分100は超えてくるイメージですかね。普通の、なんか役職上がると、どういう役職なんですか？課長とかっていう普通に役職ですか？いわゆる課長みたいなポジションが指定金と呼ばれるポジションで、出席人者っていう名前の役所なんですけど、それがあって、で、その上にさらにマネージャーがいて、で、その上にも、まあ、部籍って呼ばれる部長みたいなポジションがあって。課長みたいなポジションだと、年収はもう1000万じゃ聞かなくなりますよね。そうですね。これ実は800万ぐらいっていう話は聞いたことあります。これそうなんです。みんながめちゃくちゃ働きまくって、めちゃくちゃ売り上げ食べて、めちゃくちゃ業績上げるから、25歳で1000万渡すし、役職が課長とかにまた上がれば、2800万とか、その3000万弱まで行ったりするっていう仕組みなわけで、まあ、売ってるものが高いっていうのも、もちろん理由としてはあると思うんですけど、やっぱ、教育業界に足りないのは、みんな全員がこう、一枚岩になって、マジでガチで営業するっていうとこが足りないですよね。逆にその教育業界に行った時はどういうところを注意したっていうか、どういうところにも力を入れてましたか？まあ、本当に目の前で生徒の説明をいかに上げるかみたいなところだけが頭の中にあって、会社として利益を上げていこうみたいなところはあんまり考えてなかったかもしれない。まあそうですね、その子の授業料がいくらで、その何パーセントぐらいが人件費で出ていってて、そのテナント費の何割合がどうこうで、残ってるお金がどうこうで、これが黒字になっててとか、あんま考えないですよね、塾だと。ちなみにすみません、そんなにきついと思うんですけど、塾もあんまり女性いませんけど、まあ、新卒とかいるんですけど、年数経ってくると女性いなくなってくるんですけど、キーエス、女性のその営業の方いらっしゃるんですか？そうなってきますよね。今青い令和の虎に出てるリットスタディっていう塾やってる庄司長社長
がいるんですけど、庄司長さんは新卒で禁煙入った後に、それで教育やりたくて禁煙から辞めて独立して塾立ち上げたという感じなんですけど、なんかこう教育業界にもこうやっぱ良かったなとか、なんか戻りたいなとか、そういうのってあったりしますか？やりがいっていう意味で言うと教育業界の方が下の人生に影響を与える仕事っていう意味では、実際の方が実際が楽しかったっていうところがあるので、まあ、それにはもとのを考えております。うん、なるほど。あ、でもこういうキネス勤めてた方が教育業界に戻ってきてくれて、そっからまたなんかこういろんなね変革を起こしていただけると、なんかすごい嬉しいなと思うんで、ちょっと塾立ち上げた際はちょっとまた出てもらってもいいですか？基本です。あ、じゃあちょっと最後に、休みはあるんですか？キネス基本土日休みになってる。休みはちゃんとそれ平日は24時間働けとかではない？ないです。今まで働いた中で、働いた時間長かったので、何で出勤、何でチャイチャイですか？一番長い日だと、まあ、そもそも7時半ぐらい出社して、まあ、9時半会社ぐらいに行くんですね。おお、でも、拘束時間と14時間ですよね。外資コンサルとかの激烈にやばいところとかよりは、全然、あれですよね、失礼かもしれないですけど、そんなに長くない感じで言うけたんですが。僕の友達6時半に出社して4時半に帰ったとか言ってましたからね。意味わかんないこと言ってたんで、そういうところはなんかちょっと労働環境とかはやっぱちゃんとそのある程度きちんとしてるというか、ある程度そのあまりにも常識の徘徊すぎないところで収まってはいる感じなんですね。土日休みって言います。何するんですか土日は？土日はでも楽しみの時間に当てたりですとか、ゴルフに行ったりとか。ゴルフゴルフはなんか仕事と関係あるんですか？あ、ないんですね。そうですね、まあ、接待とかしてしまうと、やっぱりこう、メカリ工場のところとかがあったりとかっていうので、まあ、そういうのを気をつけないって言ったんですよ。じゃあ、まあ、教育業界の皆さん、今、皆さんがやってる営業よりも、1億倍きつい、キネスの方が、これくらい能動的にやっているので、これで来ないかなとかじゃなくて、自分からやっぱどんどん先に行くっていう姿勢が、やっぱすごい大事ですよね。はい、ポータルサイトから問い合わせ待ってみたり、ホームページから問い合わせ待ってみたり、もうほんと構えてるんじゃなくて、自分からどん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 やれることしゃけでね、やれることも多分無限にあると思うんで、そういうところをね、ちょっとしっかりね、やっていただければ、たくさん給料も稼げると思いますし、また集まった生徒にね、いろんなことを教えて、やりがいも出てくると思うんで、その辺ちょっとやってもらったらいいかなというふうに思います。じゃあ本日はですね、教育業界の経験があって、キネスに勤めてた方に、来ていただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、参考になりました方は高評価、チャンネル登録と、公式LINE登録の方もぜひよろしくお願いします。ではありがとうございました。すべきはまずか幸福かつに友達に通じくれき他人成績衛生保護者特記事項情報から差別化戦略図ろう先生の教室現状は何点こっちりたけ教育百貨店。